じっくり炒めていく。これね、ラー油。はい。さあ、ラー油さん、ゲットです。今回ですね、私リュウジが作るですね、最高の白菜料理、白菜の地獄風キムチ炒め。これね、白菜とキムチを炒めるんじゃなくて、炒めながらキムチを作っちゃおうっていう魂胆のレシピでございます。白菜ってこれからの時期、鍋物の後とか結構余ったりするじゃないですか。その白菜をがっつり救済しようという素晴らしいレシピだと思います、私は。なんでですね、今回はこの白菜を使いまして最高に美味しい、まあ、なんかいろいろ言ってたけど、中国だのなんだ言ってたけど、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、この白菜でございます。 350g ぐらいのものを用意してください。そして鰹節ですね。僕最近鰹節すごい使うんですけども、鰹節は全然味が違いますんで鰹節入れてください。はい、あとは調味料概要欄に書いてありますので、そちらよろしくお願いします。地獄風の白菜炒め、もうこれ超簡単なんですけども、何がって辛いんですよ。辛口なので、辛いとほら汗が出るじゃないですか。水分を補給していきたいと思います。ビアにしようかな。入れるの減った。ということで乾杯。ではやっていきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。まずですね、こちらにございますこの白菜でございます。白菜ね、ここね、ちょっとこうざっくりとね、切ってください。こっからなんですけども、僕白菜切るときはこれ大体叩いて平たくするんですね。そうすると白菜切りやすくなるんですね。で、なるべく薄めに、いや、違うな、細かめに切りましょう。今回はごめんなさい、今回は炒めていくんでちょっとね、細めに切ります。水分がね、飛びやすくて白菜自体に結構ね、味が染みやすいんですよ。なんで今回はちょっと細かく切ります。ということで、で、こっちも、まあ、細かめに切っていきます。もうね、鮭が合う合う。はい、こんな感じでございます。こんな感じで細かく切れたら、もうあとは炒めるだけですよ。皆さん早いでしょ。はい、じゃあやっていきたいと思います。大きめのフライパンにごま油大さじ1杯加えて火つけます。で、火つけたら今度このポリポリのモリモリの白菜、盛りしていきます。はい、すべて入れてください。で、今回ね、白菜だけで作るんですけど、余ったね、お肉千切りしていただいて入れていただいてもすごく美味しいんで。で、軽く炒めるんですけど、まあ、ここでね、じゃあ豆板醤大さじ1杯、これちょっと足んなかったから好みで入れてください。大さじ1杯だと結構辛いです。もし辛いのが苦手な方は半分お味噌とかにしていただいても全然大丈夫です。僕は豆板醤全部やった方が好きですけど、お味噌とかにしてもいただいても全然平気です。そしたら、これやっていただいて、お塩、マナブを小さじ5分の1から4分の1ぐらい、まあ4分の1入れると結構酒飲みっぽくなる。ここで旨味加えます。1,2,3,4,5振りの味の素を入れます。旨味が加わることによってね、ほらキムチとかも旨味かなり入ってますから、あれって成分表紙見てください。アミノ酸等って大体のキムチ書いてあるんですけども、はい、それって大体味の素のような旨味調味料のことですからね。で、ここで鰹節でございます。これなぜ入れるかっていうと、今グルタミン酸を入れたんですけども、白菜には結構グルタミン酸入ってるんですけども、その後に追いグルタミン酸味の素でした後にこの鰹節イノシン酸を入れる。そうすると旨味が爆発するんです。で、これはキムチとかもアニエビの塩辛みたいなのを入れてるんですけども、まあこういうちょっと動物性の旨味を加えるんですよね。そうするとグルタミン酸とイノシン酸っていう酸の相乗効果で非常に旨味が強まります。で、じっくり炒めていく。これね、白菜の水分が飛べば飛ぶほど旨味がね、凝縮するんですね。これ味見をしてくださいね。炒まったかどうかっていうのは味見をするんです。こうやって少しずつ
美味しいなっていうふうに思ったらもう完成でございます。器に盛ります。今日はこんもり、ね、盛り付けていきます。余った白菜はねこれにしていいです。普通にあの豆板醤とか辛いの苦手だったら別にあの同じ量の味噌とかでも結構美味しいですからね。これね覚えておいた方がいいです。最高にうまいんじゃ。ここに人によってですけどラー油、はいはい、これで地獄風キムチチチなんか完成です。はい、じゃあできました。食べていただきます。本当にキムチ炒めたような感じなんだよね。なんだけど鰹節の香りが効いてるからやっぱキムチは全然違う。漬けて投げて炒めたからのたくさんのフレッシュ感もありますね。うん、味が凝縮しててめっちゃ美味しい。味付けは結構辛めのしょっぱめなんで、酒飲みは大感覚、感覚的には漬物感覚で召し上がっていただくとすごくいいかもしれないです。しょっぱいのが苦手な方はお塩はねいらないかもしれないです。めちゃくちゃうまい。これだけでご飯ガツガツいけるもん。あれはビールでございます。ああ、チアース。イエーイ。いや、やっさてください。うまっ。最初これ味ちょうどいいから、うん、もっと永遠に食べられる。香りが良くて味しっかりと入ってるから。かつお節があるからね。かつお節が効いてる。なんかそこがにくいんですよ。全然ご飯でもいい。ご飯か酒のつまみで作ったら、冷えてても全然美味しそうな。冷えてても全然うまい。いや、これは保存しておくわ。うまいね。うまいんだよ。いや、もう白菜マスター。白菜マスターよっしゃい。いや、マスターございます。ということで、今日の地獄風白菜どうでしょう。これね、お酒つけないと絶対好き。ご飯もガッツリ食べてもらえない。結局ね、何が言いたいかというと、鰹節と味の素のもうね、あのメソッドが最強。イケボリシステムプラス確かに、うん、あれやばい、うん、何にでも応用できる。乾杯してくな。乾杯はい、乾杯。よし。うわちょっと急に来たわ俺急に来た。やっぱね、撮影がね、細胞付近になると気が抜けるんだよね。だから酔っぱらしてね。